安政長銀。安政長銀とは、安政6年12月8日、1859年12月31日から、鋳造が始まり、12月27日、1860年1月19日から、通用開始された長銀の一種である。江戸幕府最後、日本最後の表僚貨幣であり、政治長銀とも呼ばれる。 また、安政長銀及び安政豆板銀を総称して、安政銀あるいは政治銀とこう。表面には、大黒像、常世及び城をただし、宝の文字に加えて政治の極印が打たれている。安政小判と異なり、正の字を避けたのは、法営年間に特異された法営政治長銀との混同を避けためである。また、大黒像極印を十二箇所打った。 衆議用の十二面大国長銀が存在する。海栄六年、1853年、浦賀沖の黒船来航により幕府は開港を迫られ、日本貨幣と西洋貨幣との交換比率が定められた。ハリスは、金貨、銀貨はそれぞれ同種同量を持って交換すべきで、一分銀三枚を持ってに変えるべきと主張した。一方、幕府側は、一分銀は、 名目貨幣であり銀眼有料が通用価値を示すものではないとして、1ドル銀貨を総替方式で評価し1ドルイコール1分であると主張し、結局、米国側に押し切られ、1ドルイコール3分の交換比率を承諾することになる。これは、日本国内での金安を意味し、多量の金貨流出を招く結果となった。流出額の推定値は、 昭和1万両節から大和に、0 0 0 0 0零両節まであり、820から860万両、最高で100万両、50万両内外などと推定されてきた。また、流出額はとかく課題に見積もられがちであり、実際には10万両程度であるとする推定もある。本来一分銀は銀外有量が貨幣価値に満たない名目貨幣であったが、 貨幣鋳造により生み出されるデメ、海中利益が莫大なものであったため、一分銀の鋳造量は飛躍的に増大し、本位貨幣の性質を持つ超銀にとって変わる存在となり、事実上一分銀の銀含有量が本位貨幣的な尺度となっていたため、招いた結果であった。この金流出を防ぐ目的で、安静小判及び安静に主銀が鋳造されたが、 一分銀より低額面でありながら、より多量の銀を含む安静に主銀は、用銀の価値を切り下げるものであるため、ハリスの激輪に触れ発行は短期間で中止となった。この大型化した安静に主銀鋳造用の銀事金を年出するために、品位を下げた幕府最後の表僚銀貨である、聖矢座銀の鋳造が検議された。しかし実際に、聖矢座銀の鋳造が開始されたのは、 半年後であった。また、聖アザギを一両あたりの銀含有量に換算すると、一分銀の一両あたりにほぼ等しい。慶応元年5月、1865年古銀に対する引き換えの増付は以下のように定められた。しかし市場は一分銀など量、分を単位とする、係数銀貨が流通を支配する中、氷量銀貨の地位はすでに低下しており、 聖夜座銀の鋳造は、少量に止まったため、銀建ての価格表示すなわち銀目取引は反札及び、手形に役目を譲り、空位とまで呼ばれた。従来、銀使いと呼ばれた髪型においても、氷量銀貨の流通は禁章であったという。この後、両目を大幅に縮小した、万円小判が発行され、物価は乱高下しながらも激しく上昇し幕府の崩壊へ繋がった。 慶応4年5月9日、1868年6月28日、銀目廃止により、長銀及び、豆板銀は、貨幣としての役目を終えた。明治元年10月10日大上官たち、1868年11月23日、により、長銀、豆板銀は、銀品位に応じて、金の単位である、両への引き換え、相場が提示された。 安政豆板銀は、安政長銀と同品くらいの豆板銀で、宝文字及び政治を中心に抱える大黒像に政治が配置された極印のものを基本とし、また両面に大黒印の打たれた両面大黒、大文字の政治極印である大あざ聖、小さな政治が集合した軍勢、また大黒像の中心に宝字を抱えた聖や座、宝なども存在する。 片面のみに大黒印が打たれた片面大国は現存数が比較的少ない。規定品位は休暇兵票で銀十三パーセントママ、八割四部六輪印家、同八十七パーセントママとされている。しかし八割四部六輪印家ならば銀十四パーセントである一1一イコール零点一四。明治時代造兵局により 江戸時代の貨幣の分析が行われた。聖阿銀の分析値は以下の通りである。雑文はほとんどが銅であるが、少量の鉛などを含む。銀品位は法営四つ法銀をも下回る江戸時代の銀貨の中では最低のもので、名目上は銀であるが、品位の上では銅の銀器を帯びたるものに過ぎないと言える。 このように銅の含有率の多い銀合金は、新鍮色から銅色を停止するため、貨幣製造時に表面を銀色に見せるための色上げが行われた。これは、焼きなまして表面に酸化銅の被膜を生じた長銀を、加熱した梅酢につけ、酸化銅及び銅を溶解し、表面に銀が残るという四化傾向を利用した操作であった。旧貨幣表によれば、長銀及び 豆板銀の合計で102,907巻、約386トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。